今年のセパの優勝チーム、ガチで読めない。さすがに役折りの3連覇はないやろ。横浜優勝、折り横浜と予想。日ハム中日、普通に役折りじゃね。折り投手エグすぎるわ。背は他が微妙だし、適当に行った方が当たりそうやし、横浜と楽天や。日本シリーズはヤクルトとソフトバンクで日本一ヤクルト。Y 折りやけどなんかいける気がしてきたわ。Y は頻打に苦しむ未来しか見えんわ。もう一回開幕から連続ホームランなし記録作るチャンスやろ今年。なんとかなるやろ。普通に折り横浜だろ今年は。ホークス以外ありえんのよ。先発がゴミとか言うけど有原とかガンケルとか現状ローテは入れないくらい揃ってきてるし、中継ぎと打線は圧倒的や。ヤクルト横浜バウアーの優勝争いやろ。まあ阪神やろな。若手がめきめき力をつけてきてる。横浜優勝あるだろう。バウアー20勝。今永15勝。他の先発35勝。リリーフ10勝。でも優勝圏内の80勝だし。パワソフ版しかなくね。背はヤクルト。役折りだよ。折りは去年から上積みがないのがね。今年は山本も WBC の影響で去年ほどは勝てないだろうし。ヤクルトはマクガフがいなくなったからな。他のチームは抑え全員残ってるのに。折りは俊平田野口あたりが明らかに使えるようになってるのに上積みないとか笑えるは吉田いないから全く点入らんだろうけど。バウアーは思ったより活躍できないと見ている。横浜と阪神は勝負弱いからな。これまでも優勝するチャンスは何度かあった。ソフトバンクは優勝逃したら監督の首が飛ぶんじゃないか？役折り確定。ただでさえ強いのに吉村と俊平田やん。折りは手放しで強いと言えるような戦略じゃなかったけどそこから吉田抜けてるんやぞ去年だって勝手に周りが脱落してっただけの棚ぼたやし。ヤクルト優勝でその下は横一線。